おそろい。ああ空振りか。そうね、あんまりいいのなかったわね。ちょっと来るの遅かったかな。売り切ればっかだったし。祭りが待ち合わせに遅刻してきたんでしょ。だってこの辺よくわかんないんだもん。待ち合わせ場所もちょっとわかりにくかったしさ。まあそうね、ごめん、下調べが甘かったわ。みゆが謝ることじゃないけどさ。ああでも夏物の新しいの欲しかったな。まあどうせ部活と大会でほとんど着られないでしょうけどね。そうだけどさ。ねえ、ミユのそのスカート、この前のデートで買ったやつ？そうよ、結構気に入ってるの。うん、似合ってる。祭りのパンツは初めて見るわね。これ？近所のスーパーで買ってきた。そうだったの？2980円。へえ、安いじゃない。セールだったの？ 30% オフ。まあ近所のスーパーじゃこんなもんだよね。そうね、それでもかっこよく着れちゃうんだから羨ましいわ。みゆももっとさ、短いの履いてよ。できれば生足で。いやよ、祭りだってキロットとか履ける？無理、太もももふくらはぎもゴツゴツだもん。でしょ、もう陸上部員の宿命だわこれは。ああ次どこ行こっか。この辺のお店わからないんだよね。ねえみゆ、どうする？仕方ないでしょ、地元じゃデートできないんだし。もう抱きついてこないでよ、誰が見てるかわからないでしょ。ああまた怒る。そんなに気にすることないって。このくらい友達同士でも普通にやるってば。久しぶりのデートなんだしいいでしょ、もっとみゆも楽しんでよ。わかってるんだけど、でも私たちが付き合ってるってバレたら困るでしょ。そうだけどさ、何度も約束してるわよね、ルールは絶対守るって。はいはい、だから見つからないようにこんな遠くまで来てるんだしね。そうよ、家のそばとかじゃ誰に見つかるかわからないでしょ。でもちょっとくらいいいと思うんだけどな。なんか私ばっかはしゃいでたら虚しくなるんだよね。そう言わないでよみゆ、久しぶりのデートなんだよ。楽しんでくれてる？楽しんでるわよ。わかったわ、ほら手ならつないであげるから。やった！ねえ腕組んでいい？それはダメ。ちぇ、あ、みゆ、あそこ、あそこ行こう。ちょっと急に引っ張らないで。あそこランジェリーショップじゃない。そう、服はダメだったけどさ、下着くらいおしゃれしようよ。ほら行こう行こう。はいはい。なんか気に入ったのないの？みゆみゆ、何？どこ？どこから呼んでるのよ。試着室じゃない。ちょっとそんなに開けてたら見えるでしょ。見えない見えない。ほらちょっとこれ見てよ。はいはい。あらドット？そう、ずいぶん可愛いの選んだのね。どう？色とか合ってるかな。うん、結構似合ってる。でもちょっと意外、祭りってそういうの好きだっけ？ふふふ。何よ変な笑い方して。実はこれさ、同じデザインで色違いのがあるんだよね。は？みゆのも選んであるんだ。一緒に買おう、お揃いの下着。あまたそういうこと思いつくんだから。ダメ？いや、ダメでも嫌でもないんだけど。じゃあ買っちゃおう。いいけど一つ約束して。ん？何？学校にそれつけてくるのはダメ。え、なんでよ、せっかくお揃いの買うのに。二人でお揃いの下につけてたりしてバレたらどうするのよ。ただでさえ私たち着替えること多いんだから。
ちょっとみーゆー、それってかなり神経質すぎだってば。友達同士でお揃いのつけてる子とか普通にいるよ。そうかもしれないけど、でも何度も言ってるけど、ちょっとしたことからバレて、それがお父さんとかに知られたら。それは分かってるけどさ、これくらい平気だって。私、祭りと一緒にいられなくなるのは嫌なの。ずるいなそれ。約束して、祭り。分かったよ、学校にはつけてこない。お願いね。次のデートの時にはつけてくるから。次のお泊まりの時もね。分かったわよ。みゆ、ちょっと抱きついてこないで、カーテンが開いちゃうでしょ。愛してる、そういうこと大声で言わないで。誰も聞いてないって。もう。ところで、私の分ってサイズ合ってるの？当然、最近ちょっと大きくなった分もちゃんと計算済み。なんでそこまで分かってんのよ。触れば分かる。だからその手つきやめて。ああでも念のために試着しとこうよ。ちょっとほら入って入って。引っ張り込まないでってば。もう。はい、これがミウのね。え、黒？今度のお泊まりの時つけてきてね。もう。